足の速さは才能じゃない。走りの学校、和田圭一です。一般人代表、アートです。宇佐美です。走りの学校は今まで才能だと諦められていた足の速さを解説することで皆さんに成功体験をお届けするためのチャンネルです。よろしくお願いします。それではさん、今日はどのような授業になりますでしょうか。今日はですね、走りとか運動を始めたいなと思っている方にお届けしたい授業になります。初心者の方から始められる。そうなんです。人生100年時代、100年、はい、そうですね。より健康な体で生きていくことが幸福度に関わってくる中で、僕たちやっぱ20代ぐらいからね、どうしてもやっぱ働かないといけないんですよ。一気に就職すると、はい、運動機会って減るじゃないですか。確かに。これ運動機会減るとやっぱ健康にもね、うん、良くないんです。確かに。犬だって毎日散歩するじゃないですか。あるちゃんがね、あるちゃんが急に運動機会が減ってくんですよ、はい、だからみんなジムに通い出したりマラソンを始めたりするわけなんです。でもね、ここであると問題がある。はい、たくさんありそうけど、何から始めていいか分かんない。間違いない。でもそういうね、方々に対して僕たちは強い味方でありたいと。20代でも30代でも40代でも50代でも今始めたいと思った方、ネバートゥーレイトです。最初に何をやっていきたいって行っていただきたいか、それをねお伝えさせていただきたいと思います。今日何種類のトレーニングですか。今日ね、2種類です。2種類。ああ、分かりやすい。ぜひ一緒にトライしていただけると嬉しいです。それでは今日も楽しく走りを学んでいきましょう。バオス。さあ、あとくん、はい、まずポイントが2つあるんです。はい。1つが柔軟性。柔軟性、うん、はい。で、2つ目が体幹なんです。おー、この2つをねまず最初にやっていただきたい理由があって、はい、まず柔軟性がないんです。デスクワークされてる方ガッチガチです。ガチガチなのよ。だから基本的に運動できる柔軟性じゃないで、その状態で運動すると2つデメリットがあります。はい。1つは怪我をしやすい。で、痛めると長期離脱します。長期離脱をすると運動習慣がなくなってしまいます、はい、これが1つ目ね。2つ目は運動効率が悪いです。おー、やっぱさ、痩せたいとかあるじゃないですか。はい。痩せたい方がね、じゃあ足の動きがもう極端な話ね、これぐらいで動きが制御されている方と大きく動く方、全然エネルギー効率違いますよね。よりエネルギー消費が大きくなりますよね。だから柔軟性をね、柔らかくしていきたい。これが一つ目。じゃあなんであなたの体幹大事だと思います。まずね、体幹って基本的には頭と四肢を抜いた部分なんです、はい、全身の約 48% が体幹なんです。だからその体幹が柔軟に使えて、なおかつしっかりと筋肉がグッと力が入るか、これ入らないとそれこそ腰を痛めたり、はいはいはい、力が伝わらなかったりするんです。このね、柔軟性と体幹、これを鍛えられる、今自宅でできる、これを見ながらよしやってみよう、できる種目を2つお伝えさせていただいて、それが綺麗にかっこよくできるようなステップをご紹介させていただきたいと思います。まず1種目目、はい、ハンドウォークという種目なんですが、ちょっと完成形を宇佐美くんに見せていただきましょう。さあ、まず気をつけをしていただいて、ここからつま先の前に手をつきます。で、この時に膝が曲がっていても大丈夫です。大丈夫。ここから安定させて手を一歩ずつ、もう手一個分ずつ、半個分でもいいです。前についてきます。で、この時にしっかりとここに手に加重していく。体重を乗っけていく。で、この時にお尻が左右にぶれないように安定させてください。そう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 。で、この腕立て伏せのポジションまでで大丈夫です。で、いける方はここから1、2歩手を前にしていって、頭のところまで行けたら最高です。で、この時にしっかり頭からかかとがまっすぐになって安定しているか、この時に腰が痛くなっているようだとお腹に力が抜けている可能性があるので、まだ手はね、手前では大丈夫。ここから一歩一歩足首を使って前に進んでいきます。そう、一歩高く、そうそうそう、お尻高く、そう、お尻高く、そうそうそう、で、かかと高く上げて、かかと高く上げて、そう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 、で、できるだけ手の近いところまで、そう、で、ここまで来たら立ち上がります。 OK です。この種目ね、適当になりやすい。で、一個一個丁寧にやると全然効果違うんです。ダメだね、これ。
サイの悪です、これ。いやもうやりそう俺ダメなの。ちょっとアート君やってみます。いや、やっときましょう、やっときましょう。でもね、差が分かりやすそう。あ、そうだ、ちょうどいい。アート君、今ハムストリングス硬いんですよ。いや、めちゃくちゃ痛いです。なんででしたっけ。小学6年生、全国ナンバーワンの島尻さんと、はい、レーサーズミエド、レーサーズミエド島尻さんと 100m 走を対決させていただきまして、無事だと勝ちましたが、いやいやいや、ちょっとぜひ見ていただけると、はい、の戦いと後遺症で、はい、筋肉痛がえげつないっすの粟田が今からストレッチを行います。ハムストリングスとクラギめちゃくちゃ張ってる状態なんですよ。めちゃくちゃ今張ってます。だからちょっと1回目のハンドウォーク、もうほんと嘘なく、もうこんな感じね。じゃあここでしっかり1回1回荷重して、そう、荷重、手のひらしっかりつく、荷重して、お腹力入れて、お尻ぶれないように、お尻横ぶらさない、そう、お腹力入れて、あ、ぶらさないって結構きついんだ。きついのよこれ。そうなので、ぶれてるよで、お腹力入れる、で、足首で大きく、そうそうそう、もっと大きい、もっと大きい、お尻高く、お尻、そう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 、左も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 、こう膝曲がってもいいから、膝曲がってもいいから、前に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 、で、ここまで来たら立ち上がる、あー、しっかり立ち上がる。で、ここで一回ね、リセットしてほしい、血をね、戻してほしいんです。これすぐ行っちゃうと、慣れてる人はいいけど、あの、慣れてないと血が、ね、頭に上って連続するとおおってなる。さあやってみましょう。最初の動き、最初の動き、どうですか。うわ、これは全然違うでしょ。違うでしょこれ。違うのよこれ。これは見てわかるよね。わかるわかる、これは見てわかるよ。なるほど。だから、あ、それ強いぞーって。全然伸びない。な、伸びてない伸びてない。これ伸びないんですよ。だからね、ハムストリングスを柔らかくしたい人もこれやってほしい。確かに、ぜひやってください。そして2種目目、ローリングスーパーマンっていう種目をしていただきたいんですけど、まず完成形から見てください。じゃあ宇佐美くん、はい、デモンストレーション、お手本お願いします。はい、まず寝た状態で手と足をね、上ってよりかは遠くに伸ばします。で、この時に、あ、浮かせます。そして、そう、で、この時に反っちゃうとお腹に力抜けちゃうの。お腹力入れる、ポイント1で、手と足は遠くに、これ大事。お腹力入れる、手と足は遠くに。で、ここから 1,2,3 右、左、右で回転していきます。で、左、右、左、 OK です。ポイントがあります。ポイントは肘と膝がずっとつかないこと。じゃあその肘がつくパターンやってみようか。いくよ、右、左、右、そう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 、左、右、左で、最初はもう肘と膝ついても大丈夫です。っていうのもね、これってお子様いる方はお子様でやっていただきたいんですけど、多分ね、お子様の方ができるんですよ。なんでかっていうと、僕たちはこの体幹部の柔軟性がえげつなく低下してるんです。あ、そこなんですね。そこなの、筋力じゃないの。だからこれ、筋力は絶対大人の方が強いんですよ。なのにこれ、子供の方ができる種目なんですよ。つまり柔軟性の低下がどれだけ動きの中での筋力を落としているからです。で、まずはこれ で、今のローリングスーパーマンは難易度も、難易度10です。あ、高いんですね。高いんですよ、侮らないでください。なんでまずは最初これ寝るとこから、これが1、もうこれで合格です。やろうとしてる人素晴らしい。確かに、これ1、今これうつ伏せになった人はもう合格です、ね、合格で、2はお腹支点にして1、2、3、これが3回できたらもうレベル5です。で、次はこの状態で横に振ってほしい。まずこれが難しいです。で、これができてない人っていうのは体幹を一体にできないです。わかる。こっちで反動しようとしても、あれ、これできてなかったら全ての運動のパフォーマンス上がります。あのね、エベレストぐらいの伸びしろがありますだって連動してないんだもん。こっちに体行こうとしても体行かないんだもん。それはさ、投げようとしてもさ、お、なんか力入んならなるよね。走ろうとしてもなんか力、地面が触らないでなりますよね。やってみてください。結構むずいっす。で、その反動ができてるかは回れるからです。回れたらで、この 1,2,3 って反動つけなくて、
つけないで回れたら最高です。反動つけないで回る。おお。これもレベル35。子供たちもいけるよって人はちょっとやってみてください。挑戦状、3ウォークできたかできないかコメントください。成功率 5% ぐらいだと思います。本当に、うん、肘膝つかないでだよ。さあやってみてください。ぜひコメントいただきたい。侮らないでください、この体幹を。結局体幹が僕も一番大事だと思います。体幹を制すものはスポーツを制します。制します。ぜひこの1種目チャレンジしてみてください。お願いします。これ以下、視聴者様からの質問コーナー。ありがとうございます。1から5歩目が遅い人必見。ここを理解すれば走りが変わり始めます。こちらに届きましたコメントです。スタートの時、股関節の進展を意識すると体が起き上がってしまいます。低く出ようとすると足だけになってしまうのですが、改善する方法などありますかというご質問です。あー、深い深い、うん、これ深いですか。深いよ。じゃあどういう、今のご質問者さん、これはね、意図としてはね、はい、股関節の進展っていうのはここから足をグンと伸ばし切る動きなんです。はい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 。で、伸ばし切ると体勢が高くなってしまうというお話なんです。あー、なるほどなるほど。ちょっと究極言っていい？究極、はい。本当に突き詰めていった究極は伸ばしきらない人もいます。例えばその最たる例は日本のスプリンターの山形さんっていう選手、はい、あの方は完全進展という意識は多分ないと思います。どういう意識があるんですか。前傾を意識して、この前傾の低いままこれを崩さない範囲で押す、はいはいはい、押して必要な分だけ押したらすぐに前に戻す。ああ、じゃあ前前前前っていうっていう意識の方が押し切らない。こっちの前傾を保つことを大前提に足を必要な分だけ最小範囲で動かす。ただそれはめちゃくちゃ高度です。あ、めっちゃ難しいんですか。高度ですし、海外の選手とかではスタートが山川選手みたいに速くて伸ばしきる意識の人もいると思います。例えばトレイボン・ブロメル選手とか、はい、多分完全進展の意識があるような動きをしているように僕には見えます。どっちも速い選手いるんですよ。いるんですけど、まずは完全進展の意識をできれば持っていただきたい。なるほど。改善方法って意味では前傾ってね、そもそも足が速く動かせないと前傾って取りづらいんですよ。こけちゃいます。そういうことなんです。彼が前に倒れちゃうんで、はい、早く動かせるから次支えられるからこの姿勢を保てるんですよ。だからいろんな要素が実はあるんです。複合的に体幹の安定性とか、前傾を保った時の安定性とか、股関節の屈曲のパワーも進展パワーもバランスよくできているかとか、いろんな要素があるんで今一概にこれとは言えないんですけど、ベースとしては走る学校でもお伝えさせていただいているこの加速ベースポジションで足をスムーズに入れ替えられるか、はい、これができてないと前傾は上がります、どんなことをやっても。なのであれを10回安定して入れ替えられるかをトライしていただけると嬉しいです。その動画ちょっと概要欄の方にぜひトライしてみてください。載せておきます。素晴らしい質問です。あれができてなかったらもうほぼ浮くと思ってください。基礎トレーニングですね。じゃあ、はい、なるほど。ぜひやってみてください。お願いします。さあ、和田くん、はい、この間嬉しかったの。お、何があったんですか。ぜひ和田圭一35歳ビーチフラックス最後の挑戦と思って頑張ってる競技のね、あれを出させていただくんで、和田圭一のインスタグラム見てくださいって言ったの。はい、言ってましたね。その動画が昨日上がったんです。はい、めちゃくちゃフォローくださって本当ですか。本当にびっくりした。へえ、嬉しいね。影響がありましたね。もうすごいありました。嬉しい。ここは今和田さんは指導者じゃないですか。そう。でも発揮してる番なの。このカメラの外では研究者じゃないですか。そうなんです。でもインスタグラム上では選手でもあるという。そうなん、実践者なの実践者でもある。そうなんですよそれをバランスよくやってるっていうところが僕たちの、まあ、強みというか結果的に強みであり、はい、いろんな方々に届けることができているのかもしれない。本当ありがたいことですね。なんでこれからもね、理論開発チーム本当に頑張っていきます。僕たちがね道を切り開いていきたいので、ぜひ信じてついてきていただけると嬉しいです。そしてアスリート和田圭一もインスタグラムフォローやいいねで応援いただけると嬉しいです。そして有料級の情報を僕が引き出していきたいと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。お願いしま します。それでは次の授業でも楽しく走りを学んでいきましょう。バオス。